米山流殺陣みやびと申します。私たちは殺陣というものを皆さんに多くの人に知っていただきたい、その楽しさを見ていただきたい、このように思って活動しております。私たちの殺陣は踊りや武道の要素も取り入れ、さまざまな形で表現させていただいておりますので、ぜひぜひ最後までお楽しみいただけますと幸いです。よろしくお願いします。あなたに染みついた、誰かに取られくらいならあなたを殺していいですか。乱れて隠れ跡、つづら
かがでしょうか。楽しみいただいていますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ところで殺陣ってご存知でしょうか。あ、知ってるっていう方もいらっしゃいますね。なかなか馴染みのない言葉なのですが、時代劇の立ち回り、チャンバラのことですね。で、私たちの殺陣は武道とは違います。武道は相手を本当に傷つけるという想定で行うのに対し、殺陣は切ってるようには見せるけど怪我をさせてはいけない、自分も怪我をさしてはいけないということが一番大事なんですね。で、今日はその殺陣の技をいくつかご紹介させていただきたいと思います。まずは相手を、切るときですね。相手を突き刺します。その時に普通だったらここ刺しますよね。でもこれを盾でやってしまうと本当に痛いです。やめてください。なのでこれをどのように突き刺しているのかと見せるようにするかというと、相手の後ろくるっと回ってみてください。このように突き刺します。ただ前にやると 見えてバレてしまうので、こういうふうに袖で隠したりとか後ろを通すことでバレないようにします。では一回やってみましょう。はい、できました。このようにすると切れてるように見えますね。あとは相手の首を切るような時、この時にちょっと首を切ってみてください。あ、寄ってるの忘れちゃった。これ危ないですよね。なので殺陣では相手の上を通します。ただ上だけを通してしまうとバレてしまいます。なので同時に、しゃがんだりとかすると切れてるように見えます。では一回実測でやってみましょう。手が来ました。このようにすると上を通していても首のところを切ってるように見えるのです。さてさて、ちょっと準備がもうちょっとかかりそうなので、もう一つだけお伝えします。例えば後ろから敵が来るとき、普通に切りに来ると気づかないで本当に切られてしまいます。なので殺陣のときは声を出してもらいます。このように避けることができます。速でお願いします。せーの。このように使うとよくわかりますね。では準備ができたようなので、そろそろ次に行きたいと思います。今の技術もこの後の立ち回りで使いますので、そういう観点でも見ていただけると幸いです。
草から、それから傘を使った踊り、刀を使った剣舞などを見ていただきましたが、楽しんでいただけてますでしょうか。ありがとうございます。私たち雅はいつもはですね、東京や横浜、小田原を中心に活動しています。ここ熱海に来るのは3年前のビール祭り以来です。この開放的なステージで演舞できること、私たちも楽しみにしてまいりました。本日は皆様と一緒に盛り上がりたいと思います。それではですね、最後にあのメンバー、全員での大立ち回りがあります。迫力あるので、よろしかったらこちら前のステージに来ていただいて見ていただけると僕たちもとても嬉しいです。おいで。それではよろしくお願いします。